白母競争の開催中にて、白母競争とは、最終競争を夕方の時間帯に合わせる、要開始時刻を設定した、公営競技の開催形式のことである。白母競馬とも呼ばれる。従来より、各公営競技は法令により、日没以降の開催ができない制約があったが、夏は日没時刻が遅くなることに着目し、開催時間を日没直前までスライドさせて、 時間をできるだけ有効に使うアイデアが生み出された。平日に開催することが多い公営競技では、会社帰りと重なる夕方の時間帯に開催することで新たな客層を掘り起こそうという狙いもあった。日本における最初の白母開催は、1983年7月23日に下関協定場で行われた。 通常は11時台に行われていた第一競争を14時過ぎに、最終競争も16時台から18時30分過ぎに、スライドして開催したところ、4日間の売上額、入場者数の累計が共に目標を上回った。その後、他の競技場でも、同様に、白母開催を行うところが増えていった。この白母競争の成功が、ナイター競争開催の布石となった。 現在はナイター競争を可能にするため法令は改正されたが、証明設備のない競技場では現在でも、基本的には、開催は日没までという行政指導が行われている。なお、日没の早い冬場に、白母競争と似た時間帯でナイター競争を行う例もあるが、これも講義の白母競争として扱われている。白母競争は、 ナイターともども電話投票を利用する場合、対応できない金融機関も存在する。以下の理由により、白母競争は下記に開催されることが多い。太字は2014年度の開催で実施する競技場は2013年現在休廃しの競技場。歴史、ありがとうございます。